こんにちは、彼氏ちゃんです。よろしくお願いします。私の自己紹介をします。名前は彼氏ちゃんと言います。名前の由来はみんなの彼氏になりたいなって思って彼氏にして、さん付けで呼ばれるのが嫌なので自分でちゃんをつけて彼氏ちゃんにしました。出身は愛知県で、性格はおっとりしててマイペースなところです。で、気分屋なので短所があって、気分屋特有の気分がコロコロ変わるっていうので、なんか最初は嬉しかった気持ちが急に突然怒りっぽくなったりとか、なんか感情の変化が結構激しいです。で、逆に長所もあって、長所は人を癒すことがとっても大好きです。人が癒されてるかどうかは別として、私が人を癒すってことがとっても大好きなので、ぜひ DVD を見て癒されてください。で、好きな男性のタイプは優しい人がとにかく大好きです。私はそんなに外見は別にそんなに重視してなくって、なんか本当に中身だけ見るので、性格が良かったら付き合いたいなって思ったりします。で、DVD の意気込みを話しますが、なんと今日あいにくの雨模様なんですよね。ですが、頑張ってこれから私の力で晴れにして、素敵な DVD を作っていこうと思います。よろしくお願いします。こんにちは。今日は撮影2日目です。よろしくお願いします。今日は海に来てるんですけど、私の夏の思い出といえばそんなに海には行かないんですよ。っていうのも結構引きこもりでゲームがすごい大好きなので、やっぱね、すんごいキンキンに冷えたクーラーのついた部屋でもうずっと24時間ゲームをしてるっていうのが私の夏のスタイルです。で、もしじゃあ海に行けるよっていう風になったとしたら、結構フリフリのお洋服が好きなので、フリフリのなんかこういう水着とかを着て行きたいなって思います。よろしくお願いします。こんにちは。私今沖縄にいるんですけど、沖縄の、第一印象といったらやっぱり緑がめちゃくちゃ多いなって思います。なんかどこに目を見て目をやっても絶対植物が生えてるんですよ。で、なんか都会ってあんまりなんか、木は生えてるけどその街灯にしか生えてなかったりとかで、なんかほとんどビルじゃないですか。でも沖縄はそれと違って植物がとっても生えてて自然豊かですごいいいなって思ってます。と話が変わるんですけど、私が好きな動物はタヌキがすごい大好きで、タヌキの中でもエゾタヌキっていう種類があるんですよ。で、エゾタヌキの何がいいってポチャポチャ感がもうたまらないんですよ。エゾタヌキってどんなんだって思った人は調べてくれるととっても嬉しいんですけど、本当にね、もうフォルムが丸くてめっちゃ可愛いです。でもなんかタヌキ好きなんだけど、なんか私がなんかよく何々に似てるねって言われるのがなんかハムスターとかで、なんかなんでハムスターなのって聞くと、ご飯を食べるときにめっちゃ頬張るんですよ私。で、頬張ったときに口がうんってなるから、だからこのうんってなったのがハムスターみたいだねってよく言われます。こんにちは。野球部のマネージャーっぽくなってみました。私はもう野球どころかスポーツとか本当に全然できないんですけど、もしもなんか上手くなれるよっていうなんか魔法がかけられるとしたら、バスケがとっても得意になってみたいです。なんでかっていうと、バスケしてる
男の子ってすっごいかっこいいと思うんですよ。なんか俺バスケ部だったよとか聞くだけで、えバスケ部なんだキュンみたいな感じになったりするので、あとなんかダンクシュートとか決めるとあすごいってなったりするから、バスケっていいなって思います。こんにちは。今回はちょっと大人っぽくなってみました。似合いますか？なんか大人になってから変わったことがあるんですけど、ちっちゃい頃は結構お外で遊ぶのが好きだったんですよ。でもなんか大人になるにつれて体力が落ちてるのかわかんないんですけどインドアな趣味が増えてきて、なんかゲームとか、あとはなんかパズルとか、パズル、ピースパズルとかもすごい大好きになって、なんか家にいる時間がとっても増えた気がします。こんにちは。さっきセーラー服でお水で濡れて遊んでました。セーラー服といえば高校時代だと思うんですけど、なんか私の高校時代はなんか青春っていうよりかは本当になんか陰キャだったんですよ。陰キャってわかりますか？全然喋んなくてネクラでみたいな、そういう子だったんですけど、なんかクラスに友達が本当に誰一人いなくって、一日でなんか高校生活を送っても誰とも喋らずに終わるみたいな、そういう日がめっちゃありました。なんかイメージと全然違うって言われるんですけど、性格的には本当にネクラで、もうそれこそ陰キャなので、お手柔らかにねお願いします。今 DVD 撮影が終わりました。沖縄で撮影をしたんですけれども、あんまり行ったことない場所だったのですんごく楽しかったです。海とかにも行って、久しぶりに水遊びなんかをしてすごい疲れたけど、でもめちゃくちゃ楽しかったです。 DVD 見てくれた人たちは楽しめましたか？私が楽しかったので見てくれた人たちも楽しいと思ったらすごく嬉しかったです。ありがとうございました。